強でね、切ってでも良かったと思います。本格の学生たちと今年いろいろなイベントに参加して本当に良かった、ここに来て本当に良かったと思います。もし行きたいなら、最初しんどいけど、とりあえずありがたい経験になる。自分の言葉が全然通じないような場所、国に行って、そして自分のことについて考える、そして日本のこと、自分の来た国のことについて考えるみたいなことは、一生に一度それはあっていいんじゃないのかなっていうふうに思います。すごい自分を外から見るというか、そういう体験はしてほしいなとは思いますね。ふるさとどこですかって聞かれたら、非常に難しい、問題だと思うから、だから今日はちょっと簡単に説明しようかなと。これは私の地元の、アイスパンチというところ、氷の池で、昔はこのところで氷を集めて、でニューヨーク都市、ニューヨーク市までなんか運んでいきました。なんか馬の世話ちょっと面倒くさいからやらしいから今そう。本当に国際交流とか学年専攻を超えて人が集まってワイワイガヤガヤするっていうのが本当に簡単にできたりするんだと思うよね。でここで本当は食事とかもできる時代がもう一回やってきたらいいなと思ってます。移転して似たような形の何かをまた発明せなあかんねんな。なんかそういうのを、みんなで作り上げていきたいなと思います。